子供たちの笑顔を守りたい。富山ローカルヒーロー、ヒトキト戦士、ヒットムーン。今日の動画始まるよ。ヒトキト戦士、ヒットムーン。柿の実三兄弟。お、お前たちもいい色になってきたな。やっと兄ちゃんに追いつけたよ。僕たち、美味しいのかな？出荷が楽しみだな。人間に美味しく食べてもらえるといいね。あ、僕、あいつ苦手。怖いやつだ。俺も、あいつ怖いんだよ。大丈夫、兄ちゃんが守ってやるから。やめろ、こっち来るなよ。あ、兄ちゃん危ない。みんな元気に出荷されろよ。え、兄ちゃんを取っていくなよ。あのカラスめ、兄ちゃんを返せ。みんな、こんにちは。どうしたの？何かあったの？カラスに兄ちゃんを取っていかれたんだ。僕たちは兄弟揃って出荷されたかったんだ。あのカラスは絶対に許さない。それは辛かったね。でもね、カラスだって生きるために必死なんだよ。人間に食べられるだけが全てじゃないの。命あるもの、みんな誰かの命をいただいて生きているの。お兄さんはあのカラスの命になったのよ。だからカラスを恨むんじゃなくて、カラスの幸せを祈ることがお兄さんの幸せにつながるんじゃないかな。さあ、元気を出して行くわよ。キトキト笑顔光線。うわー、眩しい。そうだよね、カラスだって一生懸命生きてるんだもんね。カラス、兄ちゃんの分まで元気に生きてくれよ。カラスさん、許さないとか言ってごめんね。兄ちゃんの分まで幸せになってね。その気持ち絶対に忘れないでね。それじゃあ、私はこれで行くね。さようなら。ありがとう、キットムーン。兄ちゃんがいなくなったのはちょっと悲しいけど、俺たちも誰かの命になれるのが楽しみだな。おいしく食べてもらえるといいね。よい子のみんな、こんにちは。今日の動画はどうだったかな？このチャンネルではみんなからのお便りを募集しています。動画の感想や絵を描いて送ってね。みんなから届いたお便りは次の人形劇の動画で紹介させてね。そしてお家の人にお知らせです。ご住所、お名前、お電話番号を書いてくれたお友達にはお返事のお手紙をお届けします。さらに
抽選で1名様に今回の人形劇で使われた人形たちをプレゼントします。ふるってご応募ください。今日も最後まで見てくれてありがとう。進むんだ。